皆様、こんにちは。国立研究開発法人産業技術総合研究所エネルギー環境領域ゼロエミッション研究戦略部総括企画主管の田中かな子と申します。本日はカーボンニュートラルが起こす省エネパラダイム転換として発表させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。本日の発表では 今こちらにに載せせててておおりまますすつつの項目についてお話しさせてい話さただきますなぜ今カーボンニュートラルなのかそして温暖化対策としての省エネルギーはどういった位置づけなのか最後に省エネのパラダイム転換についてです皆さんカーボンニュートラルという言葉はお聞きになったことがありますでしょうか カーボンニュートラルというのはカーボンをニュートラルゼロにするという意味ですがもともとは地球温暖化の対策の延長で出てきた言葉です地球温暖化によって世界の平均気温が上昇して世界各地で最近よく見られているようなよくニュースで聞くような異常気象などのそういった問題が顕在化してきていますこのまま気温が上昇することでよりこういった影響はさらに深刻化してしまいます そこで CO2 など温室効果ガスの排出削減に取り込むということが地球全体の大きな課題となっています。1992年に国連の下で大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを究極の目標として気候変動に関する国際連合枠組み条約 UNCCC が採択されて以降地球温暖化対策に世界全体で取り組んでいます。日本においては 令和2年10月の総理初心表明において、2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを宣言しました。それ以降、日本でもいろいろなところで取り組みが強化されているといえます。それでは、温室効果ガスの温暖化への寄与をご説明します。大気中に温室効果ガスがない場合は、地表面はマイナス40度ととても冷たいものになってしまいます。 温室効果ガスがあることで外から入った丹波腸の光が長波長で繰り返されて地表面は温度が15度という生物が生息するのにも人間が住むのにも良い温度になるというわけです。温室効果ガスにはさまざまなものがございます二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、オゾン層を破壊する代替フロン類などいろいろございますが量と効果の大きさから 二酸化炭素の寄与が最大です今この温室効果ガスのうちの二酸化炭素が化石燃料など地中深くに埋められていたものが外に燃やされて放出することで大気中のバランスが崩れそしてこの左下の温室効果が増えてしまっているこれが地球温暖化の原因となっています。これは 気候変化を取り巻くいろいろな関係について示したものです。人類の社会的・経済的発展が温室効果ガスですね、GHG 排出を起こし、そしてその大気中の濃度を上昇させます。この濃度上昇が気候の変化を起こしてしまうというわけです。その起きた気候変化は人間や自然のシステムへ大きく影響します。 この自然システムのにが受けた影響というものがこういった我々の今後の社会的経済的発,見発展にまた影響するというそういった図になりますこの人間のせいでいろいろ変わってしまった部分というのは人間の力によってこれをまた少しずつ低減できるといったこともこの図では示しております例えばこちらの発展から濃度の上昇のところ こちらの矢印も緩和という、えー、ミティゲーションと英語では呼んでおりますが、えー、緩和策と言われているものを、えー、施すことで、えー、例えば、まあ、今回の一つのテーマである省エネもそうですしいろいろな再エネルギーの利用そういったものを使って、えー、この矢印を減らすことが大事であったりあるいは起きてしまった影響について適応策といったものを、えー、施すことによって こういった影響をまた下げていくといったそういったことが我々できるわけです。 これは気候変動に関する政府間パネル、これ IPCC というものなんですけれども、こちらの報告書で出されていたグラフになります。IPCC、ちなみにです、ね、あの世界気象機関と国連環境計画が6、7年ぐらいか何かでしょうか、に1回ずつずっと報告書を出していて、今、第6次評価報告書ができつつあります。 えー、一部分はもう発表されています、えー、最後のこの、えー、今お見せしているものは実は第5次評価報告書のものでして第6次のこういったものに相当するものがあのちょうどタイミングが残念でちょっとお見せできないタイミングなんですけれども、えー、これも非常にいい図なので持ってきておりますが、えー、これ何を言ってるかと言いますといろいろな IPCC の関わっている研究者や世界中にあるいろんな論文であの長期の 長期的にどんなふうに CO2 が排出される、GHE が排出されるというふうに見ているかというようなシナリオをまとめた成果でございますが、こちらで言いますと、その工業化以前に比べて2度より低い2度未満に抑制する。 ということが一つの目標になっているわけですが、その可能性が高い緩和経路というのはそれなりにありますよと。これちなみに見た方で言いますと、例えばこれが3度以下になるような経路であったりとか、もうこれは本当にもう非常に高くなってしまうような濃度。いろんな我々社会の経路というか、社会の発展に伴っていろんな排出の可能性があるわけです。一つ前ので言いますと、つまりここの発展がどのようなことかということで、こちらの 排出の経路というのがいろいろあるよねといったことがありそれを示したのが一つのこういったグラフになるわけですがその中でも頑張って頑張って削減を努力することで2度未満になるのはこういう経路がありますというふうにあるんですがこれを見ると非常にまあ 大変だというところがございまして多くのシナリオ多くの想定されたシナリオでは2100年以前にもう排出量がマイナスになっています排出量がマイナスつまりもう出せないしむしろ吸収させなければいけないという,ようなところですねというところでございますで2050年までにも、えー、といったところでも2010年水準でおよそ40から70%削減という大きな削減が必要だとそうしないと2度,よ2度にはならないよというところですでさらにですねこの報告書が出た後にです、ね 1.5度以下にしないともっと大変なことが影響として、この影響の部分ですね、によって大きくなるので、頑張って1.5度まで下げなきゃいけないんじゃないかと言ったところでもう一つ報告書が出ました、1.5度特別報告書というものなんですけれども、こちらですとね、2050年頃に。 2050年頃に排出量をもうゼロにしなければいけない、こういった報告書、過去の報告書、科学者が集まって作った報告書によって、えー、今、いろいろな、えー、動きが出てきているわけです。COP26 のグラスゴの気候合意では、世界全体で2030年までに、2010年比で45%削減しましょうねっていったところが、えー、こういったことを、えー、踏まえて出されたわけです。 で各国の目標や日本の目標はどうなるかというところなんですけれども COP26 の、えー、2000去年の11月この終了時点でなんとその年月期何年までにどうしましょうといった、えー、そういった国が非常に多くなっていてなんと150カ国以上。 これは世界全体の CO2 排出量に占める割合としては88%を超えていると、これは非常に大きな前進であるし、あのえー、大きな動きであるということです。1992年ですかあの、最初に出されたときにあの、非常にこうあの少しずつ、えー、あまりこう積極的でなかった国も含,まえ、えー、含めて、えー、非常にこう、えー、皆さんがやる気になっているという今の状況でございます。 ここにはいろいろな排出目標、それぞれの内訳あの、えー、それぞれの国がどんなことを言っているかというのが、えー、こちらに載っておりますが、どちら、どれも、えー、大きく、えー、目標としては掲げている、このカーボンニュートラル、つまりこれはニュートラル、先、最初に申し上げましたゼロに相当するということですので、非常に、えー、野心的な目標を掲げていることが分かるかと思います。 では、この温暖化の対策として、じゃあ、省エネルギーってどうなのというところです。あのもちろん、えー、これをご覧になっている方々は、あのー、省エネに日々、対ゆの努力をいろいろな、えー、理由で、えー、しっかりされているかと思います。でも、あの一度、温暖化対策としてはどんなふうになっているのかというのをこちらでご説明させていただきたいと思います。 と言いながらまずエネルギーの話なんですけれどもこれあのちょっと好きなやつなので使わせていただいてますもう数百万年前からどんどんこう人間が人類が発展してきてもうここですね蒸気機関できてぐらいの産業人と高度農業人の後の産業人技術人って書いてあるこの名前はどうでもいいといえばどうでもいいんですけれどもこういった技術を手に入れてから 文明,文,文明を手に入れ、技術を手に入れ、えー、豊かな暮らしを手に入れてから、急速にエネルギーの利用が増えています。これは縦軸がです、ね、あの石油換算消費量、えー、に,に日当たりのということで、これ1970年代ぐらいのもので、えー、今の最新の、えー、とデータ等から言うと、2014年、2020年で言うと38とか39って、これが見えていない、この振り切れているような、えー、上の方に今あるという エネルギーとしては非常に、えー、我々がこの、えー、世界、えー、生活をあのもうこちらには戻れないわけなのでどうにかして、えー、こちらのエネルギーを使った上ででも今のこの、えー、先ほどお見せしたようなカーボンニュートラル温暖化の問題をなんとかしていかなければいけないというのは位置づけなわけです。 では次、小、えー、資源国日本っていうので、あのー、残念な感じのグラフになりますが、あのー、これもご案内の通りだと思いますが、主要国の一時エネルギー自給率の比較、2018年のデータでございます。日本は34位、11.8%ととても低い値になっていると。さて、じゃあここで何が言えるかと言いますと、小エネルギーをすることというのは、つまり資源が少ない国、日本にとって、 まずまにエネルギー資源となりうるといったところでございますこれも当たり前のことだよと言われてしまうかもしれないんですけれどもそれだけエネルギーを大切にする省エネルギーをするということが日本にとってとても大事なことであるエネルギーセキュリティという点でも大変大事なことだということは皆さんもご案内のとおりだと思います。 で,では省エネの期待がまさに、えー、CO2 排出量、先ほどの温暖化対策とかそういったところでどんなふうに捉えられているのかというグラフを、えー、2つ出しております。まず左側の世界のものなんですけども、これはですね、えー、IA、e、が、えー、ワールドエナルジャー・アトロックというところで出していて、あの日本語版、えー、資源エネルギー庁のものから持ってきておりますが、あの今、えー、世界で、えー 公表されている、こんなことを今後しますよとかいうそういった公表されている政策を積み上げた場合にどれぐらい本当に削減できるのといっ,ったところを内訳を示しているんですけれども省エネがここで非常に断トツ大きいまあ再エネの大きいですね省エネ再エネが非常に大きくいいということがお分かりになるかと思いますそしてじゃあ日本の方はといいますと2013年 からどんなふうに削減するかといったところで、えまずその中でもその省エネというのが野心的に深掘りしなきゃいけませんねといったところをまず大きく取り上げておりまして、えーえー、とこちら、えー、たいその将来2030年度の どれぐらいになりそうかといった見積もりからさらに18%削減,しなきゃ削減ができるんですよとこの野心的な深掘りをすることでというふうに日本でも見積もっているわけです。このように CO2 削減というのがあの本当に温暖化対策としてあのまず一丁目一番主要な方策として位置づけられているということが、えー、少し見て取れるかなと思います。ではここでその、えー、実際に 温暖化対策、先ほど申し上げた緩和策と呼んでいるんですけど、あの緩和策で、えー、省エ何ができるかというところから今度また少し紐解いていきたいと思います。えっと、こちらはですねあの右上のところが蚊帳高等式と言われているもので、ご存知の,の方もいらっしゃると思うんですけれども、東大の工学名誉教授の蚊帳陽一先生が、えー、提唱されていた CO2 というのは、えー、エネルギーと GDP と人口のこういった分解できる 掛、えー、け算でできてるよねだからまあそれぞれの項目で、えー、いろいろ考えていこうみたいなものなんですけど、それをです、ね、先ほど申し上げた IPCC ・気候変動に関する政府間パネルではの報告書では、えー、もう少しいろいろ分解しています、これをもとにで。それは例えば、どんなのかというと、省、えー、エネルギーあたりのこちらは排出量、生産量あたりの M 分の1ですね、生産量あたりのエネルギー消費量、えー、製品のある製品の量を得るために必要な今度は生産量。 それから製品を利用することによるサービスのために必要な生産量そしてサービスそのものといったふうに分解して考えています。これ何が何だか分からないという感じだと思うんですけれどもこの式を製造業の場合に当てはめて考えてみたいと思います。例えばエネルギーの効率向上 これは加熱炉の断熱ですとか、プロセスの統合、それあるいは物質のリサイクルの増加ということは、この報告書では挙げられていますし、排出効率の向上という点では燃料転換、つまり少しでも炭素が少ない燃料への転換をしていく、あるいは再生可能エネルギーなどの非化石燃料の利用した電力を使う、セメント機能への CCS の利用といったものがあります。物質効率の向上というのも製造業には大きく関わっていまして、周率を上げていくというのが まさにその物質効率を上げて、工事を上げていくわけですし、製品の寿命消費化、計量設計なども物質効率を結果的には上げていくといったものになるわけです。 これで、えー、使用エネという意味で言いますとこの、まあ、まさにエネルギー効率向上はバッチリ省エネでございますし、今、えー、申し上げたような物質効率を向上することも実際には、あるいは製品、サービス効率を向上することも実際には、使うエネルギーを減らすといったい意味で、えー、省エネにつながるというふうに言えるわけです。 これをもう少し絵で分かりやすくご説明したいと思いますが、燃料や電力を入れることであるプロセスの中で、このプロセス、三角や丸があります、いろんなプロセスが入ったものが作るものによっていろんなプロセスがあると、そして全体から熱は出てくる、どこかでいろんなところで熱が出てくる、そして生産物として何かが出てくるといった一つのフローを考えますと、省エネの技術方策としてはいろいろございます。 例えば、えー、一番ば分かりやすいところで言うと、新しい技術の転換や、古くなった設備の更新をすることで、効率がそもそもいいような機器を使うといったこともありますし、えー、熱性質をいかに低減させるか、断熱材の利用とかですね、えー、ということもありますし、この熱を他のプロセスでこう使ってあげるといったこともありますし、新規プロセスへ転換することで、全く、えー、違う効率のいいものに変えていくというところもございます。 そして、まあえー、再利用やリサ,、えー、リサイクル資源を利用するといったことは、えー、結局、えー、ある程度エネルギーを使って、えー、作る。えー エネルギーを使ってしまったような原料をそもそも使わないで使えるといったところで言いますと、非常にまた省エネにもなるというところですし、いろいろなところで生産量、生産性を向上するということは、ひいては生産量あたりの省エネといった見方で見たときに、非常に大きく省エネが進んでいるということになるわけです。そしてその生産性向上というものは、あの非常に経済的なメリットを見出します。 生産ラインやの合理化、サービスの提供の効率化を図ることで、エネルギー使用量の削減と生産量の生産性の向上を両立させるというとてもウィンウィンの関係であるわけです。経済的なメリットがあるということもあって、既存のビジネスの延長線上で検討していただける取り組みなんではないかと思います。コストの削減というのも非常に大きなことで、実際にこれ、 エネルギー価格が高いといわれている日本ではあの、えー、古くから長く、えー、国を挙げて、えー、経済界、えー、産業界を挙げて取り組んで、えー、無理なく取り組んできた部分が大きいのかなと思います。それでは日本の産業のこれまでの努力というものも見ていきたいと思います。1979年に交付されて今までも数回改定されてきました。 省エネ法です。省エネ法による効率改善は非常に目覚ましくて、えー、実際にです、ね、このグラフを見てもあの、効率改善としては大きく進んでいますし、えー、GD、こちらはその,その、えー、効率改善が進んでいるのに、実際、経済成長も、えー、成し遂げてきたという、あの非常に日本が誇る、えー、法律なんではないかと思います。 また他に経団連による取り組みとして1997年には自主行動計画というボランタリーな活動があるわけですが2013年には名前を変えて低炭素社会実行計画そして去年にはもうあの低どころか今度はニュートラルゼロにということでカーボンニュートラル行動計画といったものに変わりましたもうこちらは排出量9割を占める参加業種がカーボンニュートラルに向けたビジョンを策定していて90年度比12.1% 削減というあの第一約束期間ですね、えー、ということを成し遂げてきているわけです。で、えっとこういったですねあの日本の産業の努力というのは非常にあの類を見ないあの世界でも、えー、私は頑張っている素晴らしい取り組みだなと思っております。 こちらご参考までに IA 加盟国とブリックス諸国の産業部門省エネ政策の変遷をお示しします。こちら縦軸が省エネ政策の数、そして横軸が年1975年以降になります。左側は規制手法と協定を、協定アグリーメントですね、といったものを示したグラフになります。先ほど前のスライドでお見せした1979年の省エネ法。 の、えー、頃というのは本当にあのほとんどの国がまだやっていなくて1990年代後半から、えー、こちら急増しています、えー、この辺あたり地球サミットですとかいろいろな環境,の環境やエネルギーの問題がだんだん,だん,だんこう皆さん関心を集めてきた頃でございます で右の方がですね、政策の目的でございます。でピンク、赤がエネルギー効率や省エネ、そして緑と濃い緑が気候変動や他の,他の環境問題で、えっと、どういった省エ,ネ、えー、だ省エネが入っているけれども、主、えー、の目的は何かというのをこちらの右のグラフでは示しておりますが、あのエネルギーだけではない目的で、えー、でも、 も省エネにつながるといった、そういった政策は世界でウィンウィンの政策であるというふうに認識されつつ、今までも導入されてきています。 私がここで申し上げたかったというところがその、日本が古くからずっと取り組んできた省エネ法、そして年1%を提言していこうといったそういった動きというのは世界でも類を見ないほど非常に先駆けた試みだったということがこれでお,あの、えー、お分かりいただけるかと思います。えーっと では省エネ、いいんですけれども、あのどれぐらい、どんなふうに取り組めるのかといったところであの、障壁をちょっと感じているんだろうなといったところ、過去の報告にはなるんですけれども、中小企業のケースで少し考えてみたいと思います。ああやって、まあ、言われてることは分かるけれども、じゃあ、本当にどれぐらいできるのというところですね、これ、あの左の方が小さな中小あの従業員数が少ないところ、こちらが200か299と多いところというふうなところで。 運用による省エネというのは比較的皆さん取り組んでくださっているんですが投資による省エネ事業 投資が多く必要なところというところは、ちょっと大きな企業にな,ればなるなる方が取り組みやすかった、つまりそうじゃないとなかなか取り組みが少な進まない、進んでなかったかなというところがあったりですとか、同じように製造業、サービス業、商業で区切、えー、ったときも、この右上がりの右肩上がりの傾向というのがございます。じゃあ、なんで取り組めないのといっ,ったところで言うと、方法がわからない。 費用削減が本当になっているのかわからなかったりとか、実際にならなかったとか、忙しいとか、えっと、自分が田子のためにいろんなこういった分かっているけれども入れられないんだと、そういったことが障壁になるわけです。でこういった省エネの障壁に対して、実際に制度としては、支援策としてはいろいろ存在します。省エネ相談体制の整備ですとか、あるいは設備の投資の支援、あるいは利子,の利子補給。 税制といったところで、えー、国や自治体といったレベルでもいろいろな支援が実際にあるということでこれを利用していくというのは非常に重要なことかと思います。例えば他にもですね今度はオフィスビルのこれはケースなんですけれどもいろんなところにも言えることなので少しお示しいたしますが、えー、こちらです左の上の方が実際に設計の焦土としてはあのこういった、えー えー、設計の照度に対して、えー、本当に測ってみると実際ものすごく明るくしているというビルが大半であったと。 例えばこの左下は今度は温度ですね。実測すると25度以下に冷房を設定していて、つまり冷や,冷やしすぎと言いますか、もうちょっと高くてもいいのにといったところが多くて、実際に低,く低い設定をしている。あるいはここで言いますと CO2 濃度があこちら CO 2その CO2 は温暖化の CO2 の濃度というのではなくて、あのビル内の大気、えー、環境、えー、ビル内の環境という意味での CO2 濃度ですが、えーと、換気が不必要に多く、えー 多多くしてしてままう換気過剰のビルが非常ににいいといったグラフになりますこれ結局外気を多く取り入れるので当然、まあ、こちらにも関係してきますけれども実際その使うエネルギーが多くなってしまうといったところつまり不必要なエネルギーの利用というのはまだまだ多く,多く存在する可能性があるこれはまあちょっと古いデータではあるんですけれども実際これらをしっかり自分で 何とかしようと思わない限りは放置されるされやすい問題点がこちらに並んでいるかと思いますこれらを見て実際に見てしっかり管理するということが実際の省エネの大事な第一歩になるわけですで、えー、温帯法ですとか省エネ法といったところで、えー、実際にそういったあのどのように、えー その工程ですとか事業活動でエネルギーが使用されてるかっていうのを、えー、そういった制度によって用意された算定ツールっていうのがございます。こういったことを利用することでこういったその、えー、自分たちがどういうどれぐらいエネルギーを使ってどれぐらい排出をしているのかっていうのを実際に分かっていただけるかと思います。こういったその、えー、先ほど申し上げたような見て管理するということに繋がる第一歩としてむしろ制度が えー、締め付けるものではなくて自分たちが利用するものだというふうに変わっていくというのをあの変えてマインドチェンジをして取り組んでくださるとあのとてもいいのかなと私は思います。